どうもここんにちは宣伝部長のいです今日は「考える最悪の布陣」ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでジャニーズ事務所の記者会見が9月7日に行われるんですけれども、まあ、そこで何が発表されるかということが噂さ,れされてるんですけどね、まあ、その中で文春法が出ましていわゆるね東山紀之さんが新社長に就くのではなかろうかと。 でこの話についての是非は置いといてそのまあそういうことについては文春さん以外もいろんなところで話が出回ってるし、まあ、いわゆるね、まあ、各所に東山さんを社新社長としてジュリーさんがまあまあ挨拶回りしているようとかね、まあ、そういう話は聞こえてきてますとまあそれがもし本当だとするならばそれはどっかから漏れるよねって話なんで是非、まあ、は置いといて、まあ、ある程度皆さんの耳には入ってる話かと思いますと。でもう一つですねもう <laughs> もう一つちょっと笑っちゃったんですけど、えー、とジュリー取締役みたいな話が出てきてるらしくてですねなんじゃこりゃみたいな話ですよ。だいたい東山さんを新社長にしたところで株,株式100%持ってるんでしょうジュリーさんと。だからその状態で、まあ、ビッグモーター状態で裏に引っ込んで、まあ、要するに影響力を保持しながらこれだってたとえ口出さないとしても。 まあ、クビにするかどうかの権限全部持ってるわけですから、まあ、それは影響を及ぼに決まってるわけですよね。はい、だから逆に言うと、まあ、ジャニーズの徹底的な改革をやりまして東山さんが急に方向転換したりしたらですね、まあ、しないと思うけどあの <laughs>、まあ、ジュリーさん思う形と逆の方に来出したらクビにしちゃうかもしれないし、まあ、そもそもですけどそういった人物を社長に据えないわけですよね株主100%なんでね。はい まあっってていうのもあって意味がないんじゃなないかってて言われてるさん,なん,かなんと取締役に入るって話になってくるとオタクは一体何をするんですかみたいな話でまあおそらくですけどねいわゆる被害者対応みたいなところについて私もやりたいだ何だっていう話をするかもしれないんですけどちょっとさすがにまあ何を考えてんのかなっていう話だというふうに思います。はい はいというわけでこちらが文春さんの記事になりますけれども今言ったお話がねまあ載ってましてちょっと驚きですけどねはいいや本当にだったら社長で全面的に責任取りや話以上じゃないですかだけど何だろ記者会見に出たくないとか全面的に向き合いたくないとか責任取りたくないとかよく分かんないんですけど、まあ、そうとしか思えないんですよねでえー、っとですねまあこれ本当だったらですけどねこれもう冗談 かと思いますけどねで、えー、と藤島ジュリー景子社長がですね社長退任後役員として残留する方向性で調整していることが「まあ週刊文春」の取材で分かったっていうところですね。はいでジュリー氏の後任として新社長に東山さんが就任するということはまあ各所ねまあ、すでに報道と。 いうところで9月7日に記者会見を行うが東山が新社長とし,して出席しさまざ、あ、まな問題に取り組みについて説明すると見られるという形でなんかこう新しい夫人ですフレッシュですわーみたいなね、まあ、そういう感じでやろうとしてるんだと思うんですけど当然ねあの、まあ、俳優さんと言いますか役者さんですからそれは神妙な顔して今までのことについてはなんちゃらかんちゃらで、まあ、名前を変えますいろいろ変えます言うてそれでまあまあ 新しく我々がやりますんでみたいな形でちょっと今までのことはとりあえず、まあ、反省してで被害者対応ついてもなんかわかんないですよ例えば危機みたいなやつを作って対応しますぐらいの感じでまあまあ進んでいくんじゃなかろうかと思うわけですがはいでえっ、ー、とそうですねでいわゆる加害問題をめぐってはですね <laughs> 事務所から調査依頼されていた再発特別防止チームですね再発防止特別チームが、まあ、記者会見を行って、まあ、かなり突っ込んだ内容について、まあえー、と発表されたのとそれからジュリー社長ですねのまあまあ辞任を要求ってことなんですけどこれはまあ趣旨としてはあくまで同族経営による支配があるからそれはやめるべきだとす っていう意見でまああのその報告書では株主なのにやめてどうするんだっていうところについては まあ突っ込みがなかったんで、まあ、本質的なやめた上で全て株式を売却まで書かないと本来的な一族支配から逃れられないと思うんでここ私は何らかの手打ちがあって、まあ、ジュリー社長が退任するっていうのはもう決まっててそれ書いてねみたいなねいうことだと私は思ってるんですけどねその代わり分かりましたそれは書くけどそれ以外はちょっとねこっちもいわゆるね検事総長としてのメンツがありますからね、まあ、それ以外はもう全部書くよ っていう形でまあ、手打ちがなされた可能性があるわけですけど、はい。で、えっ、ー、と、とにかく新社長についてはですね、ソニーミュージックの元役員から外部から招聘する可能性もささやかれていたが、最終的に、まあ、東山さんにえっ、ー、と白羽の矢が立ったっていうところですかね。はい。だこれについては、その、 多分ですよ。多分ジャニーズ事務所側っていうかジュリー社長かわかんないですよその取り巻き一派からするとこの批判の刃を受け,受けたくないと社長に我が社長にやらしたくないと。でそれを一旦対処を下げますその代わりにその批判くらってる人を呼んでそしてしかもそれが まあ外部の人で一般人だったら批判しにくいでしょって感じでポンと置きたいんだけどそれはもう引き受けてくれる人なんているわけないじゃんってなってじゃあ結果として誰だ誰だよし東山じゃみたいな感じでお前やれみたいなまあそんな感じのように私を受け止めてるんですけどねだから東山さんはちょっとねかわいそうな気がしますねなんかただでさえ まあしょうがなないですけどねなんかその立ち位置的に本当はその刃って近藤正彦さんが受けなきゃいけないんじゃないのって思うけど、まあ、結局そこも一説によると排除したって話も出てるんでそうすると自業自得ですかね。まあ、いずれににしてもですね事務所側に残って で様々な利益を享受してきた以上をまあ当然責任は生じるんでまあ別に嫌を受けること自身についてはやった方がいいのかもしれませんがいずれにしても東山さんじゃないよねとそれはジュリー社長じゃないと受けきれないっていうか意味がないですよねはいただのだから盾ですよね盾社長の盾とで。 えと一番前に立ってるとやーくらっちゃうから一歩下がって取締役じゃそして100%株主役員じゃってもう変わらんでしょこれ <laughs> <あの笑>はいねだからそのそれはもうなんかもう社内でさそのえっ、ー、とその状況見たいですよね取締役のジュリー社長がいて東山さんがいてじゃあ皆さんどっちに気使ってんですかってそれはジュリー社長ジュリー取締役でしょって感じでまあ実質変わらんよねみたいなねまあ感じになると思いますがはい で,で、ジュリー氏自身は、再発防止特別チームの調査報告書を受けての退任となるってことで、まあ、この辺はまあ、多分規定路線ですよね、おそらくね。はい。で、本人はその前から社長を辞めることを決めていたっていうことで、お墨付きをもらったっていうですね、まあ、私もこれは強く感じましたけどね、ここだけ不自然だったんです他はいろいろ突っ込んでたところも、いろいろあったけど、なんで社長退任っていうか、いや、それは責任を一身に、 引き受けてやるべきって書くかもしくは一族経営がよろしくないって言うんだったら社長退任だけではなくて株主売却まで書かないとねそう知らないわけないでしょ。 ということなんで、まあまあ、でも、ただ株式構成まで全部発表してるから、業間読んでね、みたいなね。まあ、こちらはね、ちょっと依頼を受けて、もお金た、ね、たくさんのお金もらって作ってるんで、みたいな感じで、まあ、おそらくですけど、まあ、唯一の依頼っていうんですかね、いくつかあったと思うんですけど、それは期日、発表する期日と、ジュリー社長退任と、まあ、それ以外についてはもう仕方ありませんみたいな、そんな感じだったんじゃなかろうかって思いますけど、はい。で、そうですね。 はい、でそのジュリー氏の人事について驚,ぶ驚,ぶ驚くべき事実が判明したということでジャニーズの関係者がですね、彼女は取締役としてジャニーズ事務所に残るーーということですね。しかも代表権を手放さず代表,代表取締役で調整しており単に社長の肩書きが外れるだけなめくさってますね。はい で、ジャニー氏の問題から逃げずに向き合うためということですが、経営から引くべきという再発防止特別チームの提言に逆らう形となりますということで、どういうことだ代表取締役、ん代表取締役取締役なんだそれ何 <laughs> これ <laughs> なんじゃこりゃ。<laughs> ややこしいですよね。なんかね、どっかでも見たことある気がするな。そう。 だから対外的にはこの人社長ですってしながらでも裏で支配するためになんかなんか別の名前作って要するにあの会社としては代表取締役ってついてるのが重要なんで代表取締役課長でもいいわけですよ。でそ対外的に私課長ですって言いながら代表権持ってたら変わらんでしょっていう感じでそのなんだこれ。 と、あのー、いう感じで,で東山さんがその代表取締役を共同で持てるかどうかっていうのは一つポイントだったりしますけどそうすると一応権限は持つということですけどね、はい、代表取締役も,役も持たないただの社長だったら何の意味もなさないんでもうただの玉受けっていうかもしなんか本当にこんなことがなされていたとしたらあのメディアはそう叩きしないとさすがに一緒に沈むよっていうかこんな茶番ってなんかビッグモーターよりひどいでしょ。ビッモーーター ビッグモーターよりひどいよこれ。ねで場合によっては会見にすら出てこない可能性すらあるわけですよね。もうしたら絶対許さないですけどね。いやもうだから唯一はだから本人が出てきて、まあ、全てにおいて対応しますで全部処理したらまあ売却まで考えてますぐらいのことやらないと無理なのにやっぱり一族支配と言いますかそれはやっぱりやめる気がないってことは、まあ、結果として沈むっていうことなんでしょうね。はいで えーと、で、ジャニーズ事務所に、まあ、質問を求めたけど、まあ、回答がなかったって感じでね、まあ、いずれにしても、まあ、これはジョークだと思いたいですけどね、まあ、一応ね、なんか、中でも、ひょっとしたらいまだに揺れてると思われますね、7日までなんで、もうちょっとだけ時間があるんで、ほとんどないか、ないけど、まあまあ、ほぼほぼ決まってたと思うんですけど、 まあ世論の動きとかを見て変えるかもしれないですけどちょっと驚きですよねこれ本当だとしたらね。はいというわけでさまざまいろんな報道出てますからそれ見てそのなんか反応を見ていろいろ変えてくる可能性もありますけどちょっとねまあかなり驚きの内容でしたと。はいで はい、続いてこちら、勇敢富士さんのニュースなんですけれども、いわゆる賠償金が100億とかですね、嵐をライブ中止の可能性とかっていうことがちょっと言われてるっていう感じですかね、こちらの記事に関して言うと。で、はいでえー、とジャニーズタレントが司会を務めた24時間テレビが終わったタイミングで、えー、再発防止特別チームが会見し、 まあ、ジュリー社長の辞任をはじめ、とうとうですね。まあ、これ今までの下りの中で、そして100億円規模の賠償に発展するかもしれないけど、それはなんか対処できるんじゃなかろうかっていうところですかね。まあ、だからこのまんま行くとですね、なんかお金を積んで、なんかお金でパンパンパンってやりながら、今まで通りやらさせていただきますっていうふうに、まあ、なる可能性ですよね。で、その、 お金に皆さん転ぶんですかどうかっていうところですよね。転べば一時期的に潤うかもしれないけど、でジャニーズのタレント回してもらってね、一時期的に潤うかもしれないけど、まあ、10年後見たらもうその一手で終わりだよみたいな。<laughs> その一手でなんかね、飛車取れたかもしれないけど、王が積むよみたいなね。まあそういう感じのことですよね。はい。まあ、どうするんでしょうね。そこもすごい興味がありますね。で、 そうですねで被害者への賠償が現役タレントにどう影響を及ぶのかというところですかね。はいまあ、賠償っていうよりも、まあ、どっちかっていうとその性加害問題ですね、まあ、その対応等々でジャニーズのタレントさんの 活動がどこまで制限されるかっていうところですかね。まあ、そうすると、まあ、現状的に環境が整ってない中で、まあ嵐さんがね、まあ、みんながもう全員が一致して、なんか再結集して、コンサートわっとやりたいって思ってたら、それはまあ、形はどうあれ、多分やるんだと思うんですけど、さあ、どうなるかっていうところですかね。まあ、そこまで乗り気じゃなかった時に、まあ、今回の件を理由にね、まあ、こんな状態だし、ちょっとやめようよ。 っていうこともできますよねはい、まあ、いずれにしても、まあ、ずっとねこれ本当にやるんですかねなんかやるんじゃないかって言われてる <laughs> だけですよねはいだからこれ25まあでもこれを逃すともうやらないのかなまあ仮になんかこう計画されてるとしたらですよ全員人気者っていうか じゃないですかでそれでツアーを全国ツアーを組むってなるとスケジュールを抑えるのが難しいからでドラマとかってすごい先々まで決まってる場合もあるありますよねまあそういうのも考えるだとあと映画とかねいやーまあ正直これをスケジューリングしたものをまあやめるかって話になっちゃうからまあ、いずれにしても予定されていたら多分予定通りやるんじゃないんですかねこんなのには影響されないっていうかまあ どうなんでしょうね。まあその辺はちょっとよくわからないとこありますけど、一応まあそういう話が出ておりますと。ただ、CM 等々っていうんですかね、スポンサーさんがつくやつに関してはかなり影響が出るんですけど、まあ、コンサートとかね、自前でやる話なんで関係なくやろうと思ったらできるというか、まあ、逆にですよ、逆になんかそういうスポンサーさんっていうか CM の方がやっぱり発注が一時期的に切れる可能性が高いので、まあ、そうなってくると逆に、 コンサートがが増える可能性がありますよね。まあそうなってくるとまあファンは喜ぶ一方ですねなんかまたお金がなんかすげえ儲かるみたいなもう焼け太り状態になるかもしれないですけどねはいまあその辺についてはまあ巨大な事務所なんでね何がどうねこう影響するかねわからない感じですけどとりあえずそういう可能性がありますとであとですねあこれ違うな はいで続いてこちらのね「日刊現代」さんの記事ですけどもいわゆるねこうテレビは何でまあ、このジャニーズでねねこういう問題っていうかまあ、これだけじゃなくてゴシップ等々について、まあ、なんでやんねえんだみたいなことについて深掘りをされていてまあ まあ今後ね、だからこの共犯関係にメスを入れるべきだと思うんですよね。だけど、共犯関係っていうことは、ジャニーズがこれから、まあなんか、えー、と東社長ですとかっていう感じで、そこに代表取締役ってついてなくてもですね、東山社長になりました、わーみたいなね、一応記者会見では突っ込むと思うけど、一応社長になりましたしね、頑張っていただきましょうみたいな感じで流すこともできるわけですね。今までだったら多分そうしてたと思うんですよ。 どこまでやるんですかね。意味ねえよってやるのかって非常に興味深いんですけど、でジュ,ジューリー代表取締役、取締役あの、なんだこれ代表権を持つ取締役、一取締役として頑張りますみたいなね。何言っとんじゃんみたいな感じで、そこにすら触れず、株主構成にも触れずって話になっちゃうとどうかと思うけど、今んとこその辺懸念されてますからね、さすがに突っ込むんじゃないかなと思うんですけどね、非常に微妙ですね。 一時期的にそれも突っ込んで終わりで1週間も経ったらこの件扱わなくなってジャニーズさん頑張ってますねふーって消えていく木原事件のようになんてまあ木原事件はもともと扱ってないかあの <laughs> <laughs> いやーなんかねその辺で手打ちがなされているというかお互いのあうんこを急でやってるとしたら私は両方沈むと思ってるんですけどまあそんくらいの強い関係性になんでなってんでしょうねっていう話がまあまあえっ、ー、とですね、まあ、今回の件あこちらの記事で書かれていて でなぜワイドショーはジャニーズのゴシップは使わなくなったってことでマスメディアは沈黙されてるけどでも過去はそうじゃなかったはずですよというところですかね。はい、で、えっと、ジャニー氏のまあ加害問題を取り上げた記憶はないですが1990年前半ぐらいまではジャニーズのタレントの恋愛ゴシップなどをワイドショーで放送していましたよってことですね。で近藤雅彦は中森明菜の復帰会見でいろいろ聞かれているというところなんでね。はい で、リポーターが芸能人の家の前で待ち構えて直撃するなと、当時のワイドショーは何でもありだったっていうところですごいですね。で、一方でなんでやんなくなったのかっていうところですけど、やっぱりスマップさんが売れて以降ですね、えっ、ー、と、ジャニーズのアイドルがあらゆる番組に出るようになったからですということでね、本当とね、皮肉ですよね。だってスマップさんのおかげでそうやって権力を持ったのに、まあ、その、一経営者の都合で、 まあコスマップさん分裂とかね非常に皮肉ですよね自分たちの一生懸命頑張って事務所が大きくなったにもかかわらずその大きくなった力で潰されるっていうね本当にふざけた話ですけど <laughs> はいでえっとそうですねで音楽ドラマバラエティという芸能だけではなく報道や情報にもレギュラーを持つようになったっていうことですかね で木村拓哉のドラマは毎回のように視聴率30%超えたしスマップスマップは20%超えるレギュラー番組だったとかで他のグループも売れてどん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 出ていったってことですよねでこれでメリー氏は、えー、とあのタレント使うならうちの子を出さないという圧力をそれまで以上にかけるようになったっていうことですね、まあ、過去にもそもそもですけどあちこちにそもそも圧力を与える人みたいですねで <laughs> あらゆる手を使ってそれが徐々に徐々に本当に権力がついてきちゃってでそうなってくるとでも本人は変わらず圧力昔からと変わらず圧力やっていくわけでしょでそうするともうえぐいことになっていったっていうまあまあよく分かりやすい事例かも分かりませんねはい。で、まあ、とにかく、えー、とテレビ局は物をいなくなった情けない話ですってまさにそんな感じですよね。 でテレビの異変を象徴する稲垣メンバー事件ということで、スマップの稲垣さんがですねまあ現行犯逮捕されたと、まあ、道路交通法違反と公務執行妨害ですね。はいで本来、テレビ局はこれで稲垣容疑者と言うべきなのにまあ配慮して稲垣メンバーという呼び方になったということでね、まあ、この時はすごい言われてましたよね。め稲垣メンバーって何みたいな。はい でまあ、このあたりからおかしくなって2000年代以降は完全に感覚が麻痺したと。で本来はテレビ局の方がね、まあ、起用する側だから圧力に屈する必要がないにもかかわらずですけれども。 まあ、だからあれですかね横並びを気にして自分の局にジャニーズが出ないことを恐れて受け入れてしまったっていうところですよね。まあ、だから逆にジャニーズは一切使わないってことで、まあ、逆に人気が出るっていうパターンもあったはずなんですけどそこについてはまあ完全にやられてしまったっていうか、まあ、片方は創業者のまあテレンテグダ使うようなね迫力のある <laughs>。 ままあまあ一種のカリスマ的人物と対峙するは一サラリーマンだったりするんでねその辺の構図もあるような気がしますがまあとはいえねとはいえねちょっとあまりにも弱いよねって感じで一方でそのテレビ局は巨大な権力を使ってですねまあ弱い者いじめというか叩いていい人がいる時にはみんなでそう叩きにするって感じでね本当に日本の悪い部分がこう噴出してるような気がしますけどねはい。 はいまあいずれにしてもそういった関係性でウィ,ンウ,ィンウィンウィンの関係性を作り上げた結果取り込まれてしまいまあ、それはジャニーズのタレントが何かあった時っていうのは身内みたいな感じになってるんでまあ、やれなくなってしまったというところだしこの加害問題が出た時も BBC がやった時に 全員総黙、ま、りっていうか何もやってませんでしたかねあれが本当にびっくりしましたよだってこの問題ねなんかねあの BBC がやったからだみたいな話になってますけど BBC が報道した時にテレビからメディアは扱ってません 扱ってなくてびっくりして私当時いろいろ言ったんだからもう,もう明確に覚えてますからねまずは BBC のイギリスのまあ世界バージョンっていうんですかね英語バージョンみたいなやつがあってそれやってそれを報じないびっくりしちゃってやんねえんだと思って いやーでもさすがにじゃあ、じゃあ次、日本語バージョンがやるってに話になって、要するに翻訳バージョンですね。で、日本でも流すって話になって、あくまで BBC のとこだけですけど、で、それがなんかやるかなと思ったらやんなかったんですよ。で、結局その後のカウアンさんの件等々の話はちょっと今までもしたんで、ちょっと繰り返しになるんで、まあ、割愛しますけど、BBC が、による一つの影響は当然ありつつですね、それだけじゃないんですけど、いずれにしても、 BBC がやったから皆さんやりましたっていうわけではないっていうね。はい。まあ、それくらいやらなかったっていうことなんですよね。はい。まあ、いずれにしてもいろいろ動き始めたんで、この泥舟、本当にこう、<laughs> これ冗談みたいな布陣をもしやってきたらですね、これはまあ、総たたきしないんだったらありえないですけどね。まあ、普通にこの布陣にするんだったら、ジュリー社長のままで真摯に取り組めよう以上ですよね。はい。 まあそんなようなお話でした。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。